はい、皆様どうもマフロです。はい、今日はね、また初心者向けの、設定の話に行こうと思います。ちょっと前にね、共通フォトバーの話をしたと思うんですけど、それに登録するマクロについてね、今回はちょっとお話をしようと思います。はい、マクロはですね、メニューを開いてもらってシステムメニューのマクロ管理、こちらからいきます。はい、その共通の時にお話ししたね、挨拶の登録、これですね、スラッシュ P、 よろしくお願いします。これをするとね、パーティーによろしくお願いしますという発言をするということですね。で、このチェンジ1っていうのは、これはね、挨拶をした後、いつも使ってるやつに戻す、1番に戻す、セット1ですね、マクロになります。これをすることによってね、挨拶したのはいいけど、そのまま先頭に行ってしまって挨拶を連発するっていうことがなくなると思います。自分も1回やった経験でございますけどもね。はい、結構便利なのでこれはいいと思いますよ。まああとこんな感じで登録してますね。で、これがレベルシンクになります。これを押すと勝手にレベルシンクしてくれると、いちいちマウスを合わせたりコントローラーパッドボタンを押したりしなくても、これをパッと押せばで1に戻るとマクロセットね、マクロじゃないホットバーセット、はい、これも使えると思います。で、もう一つがですね、はい、これ98と99、ここだけちょっと特別な意味がありましてね、これをこの位置、キャラクター専用ですね、このキャラクター専用の98と99、こちらをですね、システムコンフィグの、コントローラーセットかな、ボタンカスタマイズ、ここですね、ワイヤレスコントローラー設定、システムコンフィグですね。で、ここでですね、この L3 と R3 のボタンに99を実行する、98を実行する、これができるんですね。初期は確か視点を変えるか視点をリセットをするになってると思うんですけど、自分はね、ここにスプリントとマウント登録してます。このスプリントがね、結構戦闘中にねパッて使えるのは自分的には大きいと思うんですよね。そしてマクロがスプリントのマクロがこれかな、このマクロにすることによって、次のリキャストが何分かっていうの、何秒かっていうのがね出るんですね。こうやって押すたびに、これ結構自分的には便利だと思います。まあ言わずともマウントはね、いちいちメニュー出さなくても乗れるっていうのは大きいと思います。そんなもんかな。で、一応マクロに使えるタブのことは説明した方がいいのか、タブはみんな知ってますよね。この緑と赤の、ね、囲まれたところですね。このタブ結構便利だと思います。ここまで打てばタブを押せばこういう風に変換されるのでね、一文字でも出るのかな、一文字だとさすがにいろいろ出ちゃうからあれだけど、で結構英語圏内の人とか他の言語の方も増えてきてると思うんですけど、このタブだとね、勝手に変換されて向こうに出るので、一応タブを連発することで会話はできるようになると思います。これもちょっと覚えておいてもらえればね、もし不意に英語で話しかけられても慌てずにタブで、日本語のタブで返していけば通じると思いますので、
よかったら使ってみてください。なかなかまあ喋りかけられることないから、でも外人の方もね結構パーティー紛れてる場合もありますので、日本語連発しても何も反応ないときは外人の方っていうこともありえます。その時はちょっとタブを使ってね、やってみてはどうでしょうか。はい、それでは、説明これで終わっとこうと思います。今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。